ガンダムアストレイノーネーム、こちらの方もね作っていきたいと思います。とにかく発泡消費したい。ババドンノーネームアストレイレッドフレームですよね。これは当時の、洗剤ですね、はい、ということでやっていきましょう。こんな感じですね。 D、C、D、E、D ランナー、そしてシールですね、オイルシール、透明のランナーが、クリアランナーがですねガンダム X の、ビームサーベル、はい、でこちらが A の2、E の2で赤いポリキャップですね。これが多分ユニコーンのやつかな。デストロイモードでしょうね。ノーネーム E3 ですね。これ多分特殊なパターンかな。ノーネームライフル、うん、A1 アストレイレッドフレームのランナーということで、まあそれぞれいろんなのがこうごっちゃごちゃになっているようです。ガンダムアストレイノーネーム、アストレイをベースにビルドした芝のガンプラということでね、芝さん、芝司さんですね、劇中では悪役でした。最後は協力するっていうね、いつもの王道パターンなんですけど、はい、で、トリセツは結構長め、長めですね。ちょっと時間食うかな、はい、ということでまず不要部品を取り除いていきます。さて行きましょうか。スーパーギャラクシーツンギリカーッ。ではね、ここからナレーションが入ります。まあこんな感じでですね、スーパーギャラクシー全切りカッツをやった後はですね、小分けにした紙コップなどにね、パーツを、まとめていくと、後でね組み立てる時にね、迷いがそれだけパーツ数が少なくなって迷いはないというところですかね。で、組み立てに入っております。これはね、胴体の部分なんです。今この背中になんかわけのわからないアンテナみたいなのが刺さるんですけれども、まあ、あれはまあいつかいずれ最後にですね反対側の方に回すということになります。まだね全体像が見えなくてね、右に入れるのか左に入れるのかが分かってないんですね。上にしてみたりしてるんですけれども、まあ、こっちにはつかないわけです。ノーネームの専用の武器がねあそこにつきますから。いいよね、まあ、デザイン的に非常にとんがってますよね。帽子のような感じもするし、なんかなんていうんですか、パリコレクションみたいな感じファッションショーのなんか服のような感じがしますよね。よくこんな感じのデザインの帽子をかぶったモデルさんがのしのし歩いてる、そういうシーンを思い浮かんでしまいます。さあ、こちらがですね右腕ですね。右腕はねハンドパーツなかったですね。でなくて、あそこからビヨンとこうビームサーベルが出るというそういう仕組みになっていました。であれが、なんていうのマウントになるんですよね。今触ってた肩のスラスター整流板みたいなやつがね。でこちら左手ですけれども、こちら開き手とそれから握り拳のね2種類が付属しています。両腕がこれで完成しましたので、こんな感じですね。
もう左右非対称なんですよね。芯になる部分、こう二の腕のところぐらいが一緒なんですけれども、肩の、ね、軸と一緒なんですが、それ以外のところはもう左右非対称です。で胴体と上半身ではこれで出来上がりということですね。足作ってますよ。はい、これは足のね、関節ですね。で、レッグの部分ですねを作っています。で、まあ後はめじゃないや、ダボカットしつつで、これ腰パーツですね。で、両足を接続させます。足も左右非対称なんですよね。なかなか、まあ、ここまで立派ですね。左足の方がちょっと太いということで、利き足が左足になるのかな、これは。はい、まあごついよって感じですね。これ左足の方がめちゃめちゃかっこいいですね。両足と同じデザインよりもやっぱこうアンバランスな感じした方が良かったんでしょうね。非常にあの不思議なあの感じがします。やたら尖っててめちゃめちゃかっこいいですね。で、上半身と接続させます。これ準備してますね、これね。はい、はい、シャキーン、久しぶり。まあ、ふざけてるからね、転んじゃうんですけれども、まあ、あの足の接地面積は非常にちっちゃいですからね、まあ、転んじゃいますね。で、次がこれがですね、あのフル装備っていうか、あの指定の装備をさせたところがこんな感じになります。これ何でしたっけ、D エクステンションという形ですかね。で、隙間からですね、腕を伸ばして、そして、ガントレットセーバーですね、こちら緑色のこれですね。これはガンダム X の中の武器みたいですね。それを流用されてて、まあ、こんな感じでビームサーベルとして使うというところですね。はい、もうこれだけで様になってます。なんか、うん、もう理由なくかっこいいですわ。やっぱ左右非対称の方がスタイリッシュになるんでしょうかね。で、次はあの B スマートガンっていう形状に変形させます。このマントのようなね、この追加武装の部分ですね、これは変形するんですね。まあ、あの中心部分があって、それに対して4枚の羽を、まあ、形状をですね、まあグネグネしながらですね、前に持っていったり後ろに持っていったりしながら、最大値を伸ばしてですね、で最後は今あの丸いのがありましたけれども、レドームを開いて、取り付けてやると。はい、これが、B スマートガンという形態のようです。劇中でも一発放ってたような気がしますね。うん、相当な威力だったと覚えています。吹き飛ばされましたよね、主人公の機体が。 B スマートガン、モードですね。と立ててんだけど、あのちゃんと立たせるとこれがぶつかって立ちません。普通に持たせて立たせたらですね、あの方針の部分が、まあ、地面にくっついちゃうんで、ちょっと斜めにして構えてやるとところですか。まあ、ここまでは、まあ、あのまあまあかっこいいなと思うんですけど、次のね、その、X コネクトっていうね、形態がちょっと、バンシーを意識してんのかな、この形状はっていう風な気もするし、いや、まあ
フリーダム意識してるのかなっていうふうな気もするようなデザインだったんですけれども、あ、まあ、これね、B スマートガンの状態です。まあこれはこれでかっこいいですね。もう腕がなんか大砲に変形した感じがします。さあ X コネクトやってみましょう。これ自分があんまり好きじゃなかったのですぐに終わってるんですけれど、はい、まあこんな感じですね。あんまりだなって感じ。ドラグーンっていうんだから、まあ、プロビデンスのデザインをちょっとこう意識したものなのかなと。まあこういう後ろをね見せるともう全くスカスカになっちゃってるんですけれどもね。はい、こんな感じでね、X コネクトということで。はい、ではね、ノーネームね完成、すぐみ完成ということで、まあこれはちょっとしばらくすぐみのままでね塗るかどうかは分かりませんよということでよろしくお願いします。必ずね塗り完成お願いしますみたいに言われるんですけれども、ちょっとね今大変な状態でしてね、まあ私の部屋がもうむちゃくちゃなんですよ。もう今年入ってからですね、まあ、フィギュアばっかり作ってましたけどもね、フィギュア を作る以前にですね、もうプラも買っちゃダメという状況に陥っててですね、もうそれでもまあプレイ版とかも頼んでたやつがですね、まあ、続々とね入ってきてると。でまあお片付けをしなきゃいけなくってですね、で今その最中になっています。部屋の中をですねとにかくちょっと改造を兼ねてですねちょっと収納を増やしているというところなんで、今この机もですねちょっと分解しなきゃいけないような状況になっていますので、もうどうせだったらですね、とことんまでやろうというところです。だからといって塗装がですね2週間3週間遅れるからやらないとかそんなんじゃないんですよね。ちょっとできないのはできないんですよ。とにかく現時点のこの箱もちょっと消費したいというふうなのがあります。はい、ということでね、ノーネームはですね実は買いに行った時にですね、商品がなくてですね、でヨドバシに注文して買ったんですよね。で届いた頃になるとですね、もうまあもう熱も冷めてしまっててですね、そのまま積んじゃってたと。まあ、そういう積んでしまってるプラモ もうたくさんあるわけなんですよね。まあ、これなんかもこれだったらめちゃめちゃかっこいいなっていうふうにこう思うんですよね。もう劇中のことも忘れかけてるようなそういう私なんですけれども、組み立てるとこういうすごいデザインがあってかっこよかったんだなというふうなのね改めて感じるんですよね。というようなね、まあ、きっとまだまだ山ほどありますよ私のところはね、ということもありますので、なるべくねちょっと消費させてもらいたいなと思います。まあ動画の方はねもう簡単なすぐみばっかりの動画になるかもしれないんですけれども、もちろんね塗装もやったりでね、フィギュアもでやるかもしれませんので、まあそんな感じでよろしくお願いしますということで、本日の動画はここまでです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 P0 でした。